薬科学科3年の水上です。臨床薬学科6年田村です。この動画は株式会社共立メンテナンスと横浜薬科大学の提供でお送りいたします。本当は一人暮らしに憧れていたんです。両親を安心させるために寮生活を選びました。寮生活って窮屈なイメージがあったんですが、実際に住んでみたら寮長や寮母さん、それにお掃除のおばちゃん、ご飯を作ってくれる方がいて、生活面をサポートしてくれるので学校生活に集中できます。神奈川はもちろん日本全国から寮生が集まっているんです。住んでみたらいろんな地域の同世代の友達に囲まれて、楽しく目標に向かって頑張ることができました。見てください、こんなに広い食堂があるんです。広いだけじゃないんです。この寮のご飯とっても美味しくて、栄養バランスも考えられていて、夏には冷やし中華、秋にはサンマなど四季折々の料理が出るので、毎日ご飯を楽しみにしています。ご飯を食べるだけじゃなくて共有スペースなので、友達と勉強したりくつろいだりして気分転換もできるんです。寮に入るとまず歓迎会を開いてくれるので、一人で上京してきた私でも友達がたくさんできました。寮で友達ができたからこそ入学式にも一緒に行けて、学校への不安が一気になくなりました。歓迎会の他にもバーベキューパーティーやハロウィンパーティーなど、1年を通じてさまざまなイベントを開催してくれるんです。何よりもセキュリティがしっかりしていて、スタッフの方が常に常駐しているので、母もとっても安心しています。研究で遅くなっても食事が用意されているので、安心して勉強にも取り組めます。周辺には駅も近いし、スーパーもあって、学校へ行くバス停も寮の近くにあるので、学生生活で便利なことばかりです。この寮生活がスクールライフを楽しむ秘訣ですね。一人暮らしと寮生活で悩んでる方がいたら、ぜひ一緒に寮生活してみませんか？待ってます。